でございます。ポケットミク学研 NSX39 出ましたよ。今私がこう演奏してたの分かりましたかね。このね、このスタイラスで、まあペンみたいな形してますけど、ここの部分がね鍵盤になってますね。もうバッチリですね。で今蛍の光を演奏しましたが、バッチリですね。こうスライドもね、で上がねリボンコントロールになってます。よくできてますね。これね、このボタンにいろんな仕掛けがありまして、例えばこのあいうえおってなってるこれね、あを押すと、いを押すと、うを押すと、え、お、ね、あちゃんとあいうえおで歌ってますね。あにしましょう。でここビブラート、よくできてますね。でね、今気持ちよくリバーブがかかってるの分かります？この、NSX39 の中に使っているですね、この NSX1 というこれボーカロイドのこう超高性能 LSI のチップが入ってるんですけど、その中にちゃんとリバーブ入ってるんです。デジタルリバーブが、しかもね EQ で補正もされてて、いい感じでこのミクの声がねなってますね。素晴らしい。さらにね、このビブラートを押しながら、ここボリュームですね、ボリューム上げ下げできるんだけど、ビブラートを押しながらボリュームを押すと、下げるとピッチ面倒がかかるという、これもねよくできてますね。もうびっくりでございますね。でね、さらにだよ、シフトを押しながら、このシフトボタンね、いろんな機能を持ってますが、シフトを押しながらあを押すと言葉をしゃべります。実はですね、取扱説明書、このねユーザーズマニュアルがあるんですけど、この中にいろいろ詳しく書いてあるんですけど、めくるとね、このシンギングシンセシスクロニクルって感じでこうで喋るコンピューター、フォルマント構成とかいろんなのがね歴史が出てますが、これを見るだけでも非常にこのねフォルマント構成、初音ミクに至るボーカル腕に至る歴史も分かりますね。でここに使い方が出てます。でね、プリセットの歌詞というのがあるんですよ。ここにプリセット歌詞、シフトプラス A でこんにちはありがとう、よしシフトプラス A いきますよ。こんにちはありがとう、ありがとうまで言ってますね。で次シフトプラス1だと蝶々蝶々7針止まれ、すなわち蝶々が全部出てます。行ってみよう。シフトプラス2、シフトプラス1、行ってみます。ちょうちょ弾いてみよう。ちょうちょちょうちょちょなのかみとなれなのかみあいたらさくらみとなれさくらのはなのはなたらはなえとなれよあそべあそべよとなれちょう。素晴らしいじゃないの。次シフトプラス U は桜桜ね、いい時期で桜ですね、今まさにね桜桜桜、ビブラートかけて、やよいの空はでさっきのスライド奏法ね、見渡す限り辰巳たくり
うる。いざや、いざや、みみゆうたん。よくできてますね。で、シフトプラス A でさっきやった蛍の光ですね。蛍の光などの指。よくできてるね。でね、シフトプラス O が面白いんだけど、イロハニホヘとチリヌルオ。イロハニホヘとチリヌルオ、またよたてそつ。すごいね、これね。実はね、これ喋られるんですよ、言葉を順番に。でね、これ実はですね、あの学研のホームページにあるエディターが実はもう用意されてるんですけど、それを使うとですね、自分の歌詞を流し込むことができます。こいつすなわち完全に喋らせることができるということになってしまう。これはすごいよ。でね、 USB で、しっかり電源も供給できるし、できるしね、今実は USB 経由でパソコンとつないでます。こいつとつないでます。ちょっと見てみましょうか。ですね、パソコンとつないでどういうことになってるかというとですね、今 MIDI、 この MIDI のところに、ここ見てもらうと分かるんだけど、これ NSX39、 もうね、自動認識してます。私これ今 Mac 使ってますけど、なんと今鳴ってるのはオクターブ変えますよ。こいつが鳴ってます。鍵盤で弾いてしまう。もちろんピッチベンド、ビブラート、モジュレーションフィール、でさっき喋らせるのも当然できますね。これは楽しい。すなわち今キューベース使ってるじゃん私。この状態で例えばちょっと打ち込みますね、これね。今じゃあ蝶々行くよ、これ蝶々。これを打ち込みますよ、このバックに、録音します普通に。メロ変えちゃいましたがちょっとプレイバック。もう素晴らしいね。完全なるMIDI音源状態になってしまってるということ。これは楽しい。普通に USB でつながってるだけです、これ。ミニ USB でつながってて、まあラインアウトもあるんでね、ラインアウトからこうで、オーディオにねすることもできるし、スピーカーもちゃんとついてるし、これはびっくりですね。このようにあのいろいろできることがいっぱいあるというところで、このポケットミクね、取扱説明書もちゃんと見てもらって、ね、ぜひガンガンに使い回していただきたいと思いますね。このね、今この中に入ってる NSX、 これミクってなってますけど、 NSX39 は学研のこの機種の名前なんだけど、中に入ってる音源チップは NSX1 っていう、ボーカロイドのね、LSI 高性能音源が入ってると。その音源もね素晴らしいんで、ちょっとその音源中身ちょっと見てみましょうね。実はですね、この中に入ってる NSX1 というね、このボーカロイドの音源チップですけど、この中にもちろんボーカロイドが鳴ってるの分かりましたよね、ガンガンにね。で実はね、 GM 音源も入ってるんだよ、これすごいんです。例えばね、今鳴らします、こいつから出てます。普通に GM の太鼓もいます。もうね、もうすごいですよ。普通にこのもうバッチリでしょ。
素晴らしい。もう音がもういいもん。じゃあベースとエレピとアコースティックギターとドラム、じゃあこれでね、どん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 録音してみようかなと思いますね。じゃあドラムから録音してみましょう。1、2、3。次ベース、次エレピ、次ギター、チリだね、なんかね。じゃあこれに初音ミクさんの、ね、この桜で行ってみようかな。ちょっと待って、これオクターブ上げよう。よし、桜で行ってみましょう。この桜はちょっと、じゃあ変調の桜で変わった感じで行ってみましょう。こんな感じでね、面白くできるわけですよ。これが一つの音源でなってんだよ、今。何も使ってませんからね、ソフトシンセ。この NSX39 だけでなってる。素晴らしいです。参りました。さすが楽器 NSX39 でございますね。ということで、楽器 NSX39。素晴らしいですね。GM 音源も入っちゃって、リバーブも入っちゃって。もう音源として完成度が高いです。もう素晴らしい。このポケットミクでですね、皆さんもミクサウンド、でガンガンに DAW につないでですね、音楽制作ガンガンにやっていただきたいと思いますね。 NSX39 でした。